カラマツソウは、金宝外科カラマツウ属に分類される多年草の一種。全体に、専門がない。茎の高さは20から120センチメートル、中空で緑色あるいは紫色を帯び、上部でよく枝分かれする。根小葉と株の形容は2から4回3出複用で、葉平は長さ5から15センチメートルで個性する。小葉は、 長さ0.5から3センチメートル、東卵型で浅く3つに裂ける。裏面はやや白っぽく、脈が隆起する。上部の形容は2回3出複用で、葉平は短い。卓葉は大きく膜質で、反極し、端軸の分岐点にある丸い小卓葉も目立つ。花は直径約1センチメートル白色、または薄紅色を帯び、副参状に多数上向きにつく。 高山体に生育する個体は、花数が少ない。花弁はなく、4から5個の学編は広大型で、長さ約4ミリメートル、白色、または薄紅色を帯蕾の時に、紫色で花時に早く落下する。湯水は臨場に多数集まり、花糸はコンボ状に飛行し、約より太く約角は突出しない。夏季は7から9月。花幣は、 長さ0.5から1.5センチメートル、痩せは7から16個、長さ約7ミリメートルの大円形、3から4個の翼があり、先は円形かとがり、長い柄で垂れ下がる。染色体数は 2n イコール14。日本の固有種で、北海道、本州、四国、九州に分布する。基準標本は、基礎産無役基礎駒形のもの。低山地から、 高山大下部にかけての湿り気のある日当たりの良い草地、林の縁、高原などに生育する。和妙の由来であるマ松の葉の形態別名に、大海のマ松草、道の区マ松草、旧長渡国では、馬ゼリと呼ばれていた。和妙は、花の形態がマ松の葉を思わせることに由来する。若い茎と葉は食べられる。日本では以下の都道府県で、 レッドリストの指定を受けている。生育が稀な地域もあり、植林や乾燥による森林の繊維により、個体数が減少している地域がある。基本種の図テ T、アキリ・チーフォーリアムバリエーション、アキリ・チーフォーリアム基本種の T、アキリ・チーフォーリアムバリエーション、アキリ・チーフォーリアムは、ヨーロッパからシュベリア西部にかけて分布する。花の形態は、ミヤマカラマツと、 もみじから松に似ているが、葉の形態などで識別することができる。から松草の小葉は浅く三つに裂ける。ミマカから松の小葉は円に鋭いのこぎり葉がある。もみじから松の葉は手のひら状に裂けて、もみじの葉の形状に似ている。ありがとうございます。